日本の中部、静岡県浜松市。天竜川が流れるこの地で、日本画家秋の福は生まれ育ちました。日本画とは、鉱石や炭など天然素材の絵の具を使って和紙や絹に描く、日本の伝統的な様式にのっとった近代絵画です。秋野の作品、テラコッタの寺院。赤いテラコッタで飾られたヒンドゥー教の寺院です。強い日差しにさらされた素焼き粘土の外壁。秋野は独特な色彩で描かれたインドの風景を日本画で表現しました。インドに秋野が初めて渡ったのは54歳の時、ベンガル地方の大学で絵を教えるためでした。その時、自然の壮大さと人々のたくましさに魅了されたといいます。その後、たびたびインドを訪れては多くの作品を生み出しました。インドを題材とした秋野の作品は日本画の新境地を開いたと高く評価されています。そんな秋野の作品を堪能できるのが、故郷にある秋野福美術館です。設計したのは藤森照信さん。秋野から直々に依頼されました。あの人は砂漠のさらっと乾いて明るいところにこう川が流れてるとか雲があって、そういうのが好きな方だった。それはもうインドだなと思いましたよ。日本画っていうのは岩絵の具なんですよ。だから表面がテカらないわけ、油じゃないから。それでもっと言うと岩の粒なのよ。それでこう岩や砂漠の光景を描くわけですから、本当に画材と画材というか画材と画材が本当にマッチしてんだと思う。なんか秋野さんにふさわしいような、あんまり日本しないけど、あの周りの光景は壊さない、なんかそういうものにしようとは思ってました。美術館は丘の上にあります。どこか異国の雰囲気を感じさせる不思議な外観。石吹きの屋根、板状に剥がれる性質を持つ自然石をあえて大きさや厚さを揃えずに並べました。外壁に張られた板はこの地域の代表的な木材、杉を使っています。壁は土色に着色したモルタルに藁を混ぜ込んで仕上げました。土壁のような風合いを持たせつつ、剥がれ落ちない工夫がなされています。やっぱあの、私は土とか木とか石とか、ああいうもののこう見た感じ、肌触りとか好きなんです。だからそれはなかなか難しいことなんです。自然素材って大きな欠陥があって弱いのよ。燃えるわ、腐るわ、で不揃いだわ。それで編み出したのが科学技術を見えないところで全面的に使う。だからそれ、強さはそれで保証される。だけど科学技術の持ってる冷たさとか硬さとか、そういうのはなくすために自然の素材を科学技術の上に着せてしまう。玄関を入り、その先にあるホールに進むと、この美術館ならではの特徴が。秋野福美術館では展示室に入るのに靴を脱がなければならないのです。福さんは日本画家なんだよね。
インドの絵描いてる。日本の人にとっては日本が土足っていうのが変なんですよ。人間ってね、何か一つのこうやっぱこう靴脱いで上がるっていうことが気持ちを改めるんですよ。靴を脱いで進むと廊下のような空間、主に小さな作品が飾られています。大きな作品は奥にあるメインの展示室で見ることができます。ここは藤森さんが特に心を配って作った空間。床は大理石です。あえて素材の質感を残そうと磨きをかけずに用いました。もともと日本画は和室に飾られていたもの、そのしきたり通りに座って鑑賞することができます。座った時の目の高さに合わせ作品は低めに展示されています。秋の服の代表作の一つ、トカ。水牛が濁流を渡る様を描いたものです。一番私がね、ああいいなと自分でも今でも思うのはね、入った瞬間ね、部屋のこう角の線が見えない。その乱反射で光が充満しちゃってるから角の線が出ない。部屋を真っ白くすることでものすごく光の環境が良くなった。そうするとうんと大げさに言うとね、白い空間に福さんの爽やかな絵だけが浮かんでるように一瞬見えんのよ。いや、それはできた時に嬉しいな。そこが建築的には一番ですよね。建築家は秋の服の作品と向き合うのに理想的な空間を作り上げたのです。うんと大げさに言うと別な世界を作ることだと思ってます。この世じゃない世界をあそこで感じてくれればいいなと思う。だから昔のお寺や教会と同じですよ。昔の人はお寺行くとこの世とは違う世界をあそこで感じたし、教会行くともちろんなんかそういうものかなとは思ってますね。いや、あの世って行ったことないけどね、意外といいもんじゃねえかっていう